どうも、キスケです。今回は初期形態セルを使っていこうと思います。みんなこいつ使ってるマジで見ない。全く見ないキャラクターですよね。で、射撃タイプ、打撃、射撃と。で、何がいいかって、こいつ未来パーティーで使えるっていうところが、個人的にはいいかなって思ってるんですよね。で、アーツ。特殊アーツが結構強い。敵の気力を50減少。これで合体ザマスより大きいからね。これ40。でしょ、合体ザマスはこいつは50なんでね。でプラス敵の気力回復速度が 50% ダウンで自身の体力 10% 回復、気力50回復ということで、非常に強いと思います。でこれ射撃アーマー持ちなんでね、はい、でカメハメハ、射撃用ダメージを 20% アップっていうことで、はいでこんな感じ。射撃アーツを次にドロー、射撃アーツのコストが15ダウン、射撃用ダメージ 50% アップで、バニシング回復速度が 100% アップということで、ワンチャン、バニシング回復できるんちゃうかなっていう感じはしますね。で、こいつ、バニールカウントの数だけ、能力が上がっていくんですよね。この、12カウント経過っていうのがめちゃくちゃ強くて、敵全体に被ダメージ 50% アップは、ほんま破格だと思うので、いや、でも12カウント、頑張るって結構難しいですよね。結構むずい。ってな感じかな。Z アビリティもしっかり未来のタグ強化してくれるんでね。非常に強い。ということで、今回は未来パーティーで戦っていこうと思います。今の環境さ、緑属性っていうだけでそこそこ戦えたりするから、ベジットブルーを初期形態セルで吸収してやろうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。合体選手パーティー。いやー、ベジットブルーいますね。てかね、ベジットブルーとの対戦を厳選する動画がね、結構多いと思うんですけど、ベジットブルー当たらん方が結構稀というか、すげえ厳選が楽なんだよな。めちゃくちゃ楽。いや、悩むな、これ。どうしようかな。打撃アーツが多い。ケフラとかベジットブルーがいるんで、合体ザマスでいこうかな。マジで初期セルと俺対戦したことほぼないんやけど。皆さんあります？さあ、ごい。おおヤンチーでワロタンゴ。いや、マジか出してくんの？それすごいな。その勇気。いやー、射撃圧じゃないか。残念。打撃。どうしようかな、これ。出すか。よし。調子に乗るなよ。初期セルもね、やっぱり緑なんで、ある程度はベジットブルーの攻撃を耐えてくれるっていうのがすごく優秀ですよね。はい、じゃあこれは特殊アーツ使ってライジングそのままいっちゃいますか。いくでー。特殊アーツでいきます。結構入るな。これってあれなんかな。うわ、マジか。なんか最近すごい特殊圧読まれるんやけど、なんでやろじゃあ選ぶなよっていう感じやけどさ、なんか特殊圧あった時の安心感があるからさ。ただ、うわー、もうこれベジットブル落とすわ。初期セルの動画なんで。いや、残念。ゴジータのさ、70% カットってさ、ベジットブルーの、特殊圧で消せるんかな。わかんないですね、ちょっと。結構入ってましたもんね。こっからですよ。初期セルの、うまい。いやー、うまい。初期セルの力を、たーんと見せてあげようかな。お？いやー、マジか。このさ、初期セルのさ、後ろ姿が、ちょっとかっこ悪いっていうのもあるよな。使われない理由。かっこ悪いですよね。正面から見たときはね、僕結構好きなんですけど。OK。これはさすがに合体ザマスの究極アーツで落としきっちゃおうかな。はい。我が大いなる力、見よう、これが神だ。よし、笑うとるで、気力奪って、まあこれ打撃かもしれない。打撃か。よし、これ速攻必殺アーツ、いっちゃいますか。グランドクロス、いいぞ。うん。相手ライジング打ったばっかですよね、確か。まあ、ギリギリまで耐えて、OK。救急加圧は初期セルで食らいます。後ろ姿クリみたいなんだよな。このイラストのポーズはめちゃくちゃ好きなんですけど、僕は。やばい、動いて。動けい。いやーん。どうしよっかな。射撃。OK。いや、火力高いよ。あ、ミスった。そうか。中。コンボ、繋がらないんですね、これ。必殺アートしか。ちょっとミスったな。はい。ベジットブルーのエキスをいただいていく。はい。よし。ベジブルのエキスを吸収したらさ、セルどういうことになるんだろうな。とんでもない力を手に入れるでしょうね。はい、マッチングしました。未来パーティー。対戦よろしくお願いします。なんか、動画の内容的にもさ、その同じぐらいのポイントの人と当たるからさ、試合が接戦するわけやん。じゃあまあ動画映えとかも良くなっちゃいますよね。良くなっちゃう。いいことないけど、良くなりますよね。これは実況者にしても、わりかしいいアップデートだったんじゃないですか。うん、ただネタパーティーとか結構使いづらくなるかもしれんな。さあ行くぞ。おおー、やるね。おお、なるほど。結構硬いな、セル。セル結構硬いですね。どうしたろぜ。笑えよう。はい。ナイスー！いいぞ。じゃあまあ、こっからコンボつなげていきますか。はい。よいしょ。で、バフ消しちゃいますか。スキアリー。いくぞー。通常にする？ああ、相手が通常か。OK。これで、うわーもうマジか。バニシング回復速度が 100% アップしてるんで、そこそこ回復するんちゃうかなと思っとったけど、最速回避取られたらちょっとね。いやーん。まあでもこれ特殊アーツで回復できるんで、射撃アーツの威力も上がってる。強くね？強くない？回復しよう、これで。ロゼさんのエキスを。うまい。しかも気力50減少でしょ、これ。強いんだよな。我が刃。ナイス。よーし。じゃあまあ、コンボつながるこっちで、殴っていきましょうか。はい。いやー。まあ、ライジングが一番安定か。はい。いきまーす。必殺技でいくで。いやー、頼め。これ黄色落とせればでかい。いやー、ナイスナイス。また特殊アーツや。また特殊アーツや。なんやこれ。ライジングラッシュは特殊アーツ選びましょうデイみたいななってんのかな、これ。特殊アーツ祭りみたいな始まってる。いやー、よくない。ライジングラッシュ来るのであれば、怒りトランクス。救急アーツ来るのであれば、セル。いや、来ないか。ああ、なるほど。射撃アーツ。いや、それはもうこのまま食らいます。逆にありがたいかもしれない。もうメイン使っちゃったんで、回復する手段もないし。特殊アーツや。すごいな。特殊アーツの人気沸騰中。まあ緑が残ってるんで多分いけると思うんだよな。はい、射撃やついいよ。はい、ちょっと横ステップしちゃったから多分特殊圧入んなかったですよね。あー、ミスった欲張り、欲張りっす。横着しすぎ。ただ相手メイン使ってるんで全然構わない。これ特殊圧で回復できるんだね。うん、ナイス。欲張っていく。いやー、どうするか。オッケー、これ特殊圧いく。うえー、チューチュー、うまい。なんて強いエキスだ。はい、動けや動けや。動かざることを山のごとし。たまにあるんだよな、全然動かへんの。まあ全然硬いんでね、怒りトランクスは。耐える耐える、全然大丈夫。うん、でまだメインで究極残ってるっていうのはでかいですよね。オッケー、打撃圧。よーし、究極圧引っ張ってきて、まあこれ特殊込めて、威力上げて回復もして。いや、これ強い。いくでー。裏剣かっこいいですよね裏剣いい味出してるよね。いや、落としきれない、惜しい。おお、どうした。 OK、 勝ちたい。はい、いいんじゃないの。 OK、いや、初期セル結構働いてくれたね。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。未来パーティー。黄色がいない、マジで。これベジットブルー出さないっていうあれあるんじゃない合体ザマスは絶対出すんやけど。いや、怒りトランクスでいくか。お願いします。もう完全にアタッカーが初期セルになってるけど大丈夫。俺はこいつを信じる。おもろい性能してるけどね、ちゃんと。ただやっぱりなんか再録もあんまされてないよね。だから凸を追ってる人結構少ないかなーっていう感じはするんやけど。さあ行くぞ、射撃ばっか。はい、いやー、おお、すごっ。お腹から今射撃圧出てましたね。ポロポロポロっつって。はい、カチカチ山のカチコさん。はい、いいぞ、必殺圧。いや、いい威力するんだよな。通常ガリガリやんけ、初期セルガリガリ射撃圧。よーし、なんかちょっとラグいな。はい、んで特殊圧で気力を 50% 失っていく。いいね、これ強いな。でさらにまた気力を50奪っていく。ほら、さあ、しかもこれバニシング 100% ついてるんで結構長時間盤面に居続けてダメージ 50% アップをつけたい。ついたか今ので。ついた射撃圧。いや、威力高いんだよな、普通に。ライジング打てるな。よし、ライジングラッシュだ。くらえ、頼むぞ。よし、カメハメハ。順調ですね。くらうくらう射撃入る、マジでマジっすか。で合体ザマスの射撃圧でツモと。はい、さあ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 、必殺打っちゃおう落としたか。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。神抜きパーティー対戦よろしくお願いします。いや、マジでぶっ続けで、ベジットブルーと当たってる。厳選が楽やわ、試合厳選が。最近、緑のキャラクターばっかり紹介してるんだよな。ベジットブルーに対して有効打があるぞ、みたいな感じで。いやー、よくないな。いや、マジで、はい、カバチン外してくるタイプやね。まあちょっとそれを覚えといて。打撃外しかなかったんか、すごくね。いやー、2連前に変身挟んでいく。いや、ちょっと良くないな、これ。あー、ラッキーメイン使って。いや、良くない。良くない。ナイスー。あー、またミスった。コンボつなげてくれよ、これ。頼むわ。いいよね、別に追撃可能でも。初期セルの特殊アーツやったら。よし。結構ぴょんぴょん跳ねるタイプなんで。ねじ込んでいきますか。さあ、ライジング溜まったぞ。どうしようかね。セルで打つ。はい。ライジングラッシュ。必殺アーツあるからいけると思うけど。うん、射撃の火力も、打撃の火力はないな。打撃の火力はちょっとしょぼいな。落ちる？落ちひんのかい。マジか。びっくり仰天。危ねえ。これ回復 100% ついてるよね。早すぎ。よーし。必殺アーツ。避けてるか、ちゃんと。よし。あ、カバチェン外しすぎやろ。突っ込むか、特殊アーツで。うわあやられていく。マジか。はいはい。よーし。まだまだセルの時間は終わらんよ。美味しすぎ。避けて。オッケー。捕まえた。エジットブルー、お前の力をいただく。で、バニシング回復早すぎる。マジで早すぎる。オッケー。カバチェン外してくんじゃねえ、これ。やりすぎ、やりすぎ。おお、マジ？それはちょっと予想外。落ちるとは思わんかった。いくぞ。まあ、これ落ちはしいひんけど、いいところまで行くんじゃない？はい。やるね。うまい。いやー、これ多分必殺アーツ持ってるんだよな。待ってるね。必殺アーツいくか。やっぱり。持ってるよね。このまま落とせ。おら！よーし。こうやってこのまま試合終わるんよね。OK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 。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は初期形態セル使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ皆さんが思ってるより強かったんちゃうかなって思うんですけど、どうでした？まあ、僕も使ってみた感じ、あれこいつこんなに強かったんやっていう感覚では使えたかなっていう感じはしましたね。まあ、やっぱり何より特殊アーツが強い。気力50奪うし、で、メインのバニシング、回復速度 100% アップっていうのもめちゃくちゃ強い。すごい、なんていうの？一回避けちゃっても、もう一回溜まるのがすげえ早いから、その、バニ12カウントいやすいというか、まあ難しいけどね。で、射撃の火力もすげえ高かったんで、非常に良かったんじゃないかなっていう。だからベジットブルー一回溶けましたからね、射撃発で。いや、良かったと思います。はい。まあ、こいつ持ってるけど、今の環境で使えないんだよなーって思ってる方はちょっと一回使ってみてほしいですね。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでよければフォローもお願いいたします。それではゆきドラゴンボールライフをバイバイ。I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're